従来の放射線治療と比べ副作用が軽いとされるがんの陽子線治療を行っている指宿市の施設がインドネシアの国立病院と連携することになりました。連携するのは指宿市のメディポリス国際陽子線治療センターとインドネシア国立がん病院です。今後互いの施設の職員の交流や現地のがん患者のメディポリスへの受け入れ、将来的にはインドネシア国内での陽子線治療施設の建設を目指します。東京都内で開かれた調印式にはインドネシア政府やそれぞれの施設の関係者が出席しました。インドネシアから患者さんが鹿児島にたくさん来られると思うんですね、ご家族の方も含めて。で、鹿児島はもう観光で、しっかりと生き延びるというのが一番いい戦略だと僕は思ってますので、海外からいろんな方が来られる、起爆剤といいますかね、それになってもらったらいいなと思います。メディポリス国際陽子線治療センターは2011年の治療開始以来5700件を超える実績を重ねています。これまでに中国、ベトナムなどの施設とも同じように連携していて、今回が5カ国目です。